近で断続的に21キロつながっています。関越道は白樺が多いね。三好パーキングエリア付近で6キロ以上と、先の鶴ヶ島インター付近でも5キロ渋滞。東北道は久喜インター付近で乗用車2台の事故の影響で7キロ混んでいます。今夏休みだもんね。事故も多いよね。だいたい8月の頭の辺ぐらいじゃない。そこ連休があるじゃん。夏休みね。あ、ゲートが見えた。あのゲートを振り。左手。スズラン高原のゲートじゃね。あ、思い出した思い出した。そうすると駐車料金を取るゲートがあるじゃん。また。駐車料金。書いとるのかな。伊豆箱根方面駐車料金所って書いてる。あ、切りやすく、切りやすく、何すごい。さらに新田の出口でいずれも2キロから3キロ。この他横浜横須賀道路の下り線は六川料金所を先頭に断続的に13キロ、黒大橋の方までつながっています。道路交通上この辺はどう？ あの辺いいのかな？飛び飛びにさ。止めた？うん、ちょっと待って。いいところがあったら。感じがしない？あのパジオの隣の。そうだね。同じのあれ唯一にね、カーまで買っただもん。同じだったりして。8倍ズームか。6倍、8倍ズームか。かなりズームが。スタッフがみんなバイトのような感じだね。僕は8ミリですからって。さっきのお兄さんさ、さっきの何やってんだろうって思っただろうって、うん、雨がすごいことに気づいたな、うん、びっくりしたな。
ゃあテントの張り具合を一つ一つ説明していきましょうね。ちょっとこの辺はあんまり映さない方がいい。暗いかもしれん。あのサナさんが持ってたやつ、あれいいよね、スポット、あれ高いじゃん。いで、テントの周りを一周。キッチン周りはどうなってますかね。なんか小物が散乱してますね。一応これが洗面所です。これ私ビニールかと思ってない、でも先に着いとったもんでね、雨が降る前にねできたもんよかったね。ちょっとこっち来い、転んでしまった。ちょっとこう坂になってるんですよね。で、路地があって、売店があって、この下です。これがキャンプ場の前景です。ざっと7、80台はいいでしょうかね。満タンになると400台って言われてます。まだまだ空いてますね。さっき突然の夕立ちがありましたんでレイアウト変えました。東海ラジオのお姉さん様、お電話が入っております。もしまだお越しください。東海ラジオのお姉さん様、お電話でございます。もしまだお越しください。きれいに洗いましたか。洗いました。お前助けないでしょ。もっと映して情けない足元自分の足元も映して。
ってあげるよ、うん、取ってあげるよ、そのまま、うん、交代。お尻ばっか取っちゃいかんよ、うん、剣とかも中入ってるじゃんね。350万、高いですね。室内暗くて見えないかもしれない。なんか屋根がくり抜かれてるね。あとでこれ上に上がってからはめ込む。夏のスキー場はどう？虫の鳴き声がね、うん、すごい気持ちいいよ、なんか。すごい緑一面だね。見て見て、この車が。うわ、ちょっと映ないかな。頂上から映さんとね、うまく映らんかもしれない。私たちがちょうどあの建物で見えないね、うん、あ、見えないね、やっぱり見えんよ、ちょっとね。あ、
んなとこ滑っとったのかな、うん、すごくないあそこ、うん、でもあそこ降りてきたんだよ、なんか変な木が生えてるよ、うん、それがコブになるんだよ、ああいうんでしょ、うん、大丈夫なのかなあんな木が生えとって、あのくらい雪がかぶさっちゃってるってことだよね、平均で1メーターぐらい積もるでしょ、うん、こんなとこまで車で来れるの、うん、そこは道やん、道、やだ、あの子何歩いて降りてくの、ロケかなんかしてるの、大丈夫かな、途中で難関がない5人も乗ってる、夏に乗るなんて初めてじゃない、リフト、ね、雨が降ってきた、お雨が降ってきた、うわぁ揺れるもうすぐ雨が降ってきた、まだ頂上じゃないかな、あ景色がすごい、うん、高くなってきて、本当だ、私たちの雲は見えません、もういっぱいだね、本当にね、あの芝生の方、隅っちょの、うん、そっちの方まで立ってるもん、今時刻1時半、あっという間に立っちゃうね、うん、ここさ、月の時の景色が綺麗だったんだよね、山の、ねえ、霧が出てる、結構これ距離あるよ、私もっと短かったような気がしてたけど、植物園なんですね、霧がかかっちゃって周りが見えない、近くしか見えない、いや、ノーナプルーフの分譲欲しいね、うん、あんなもんかもしれんね、値段的には、値段的にはね、ラリアートだったっけ、あんま白くない、三菱だよな、ラリアートは三菱、うん、三菱 の、 あのラリー仕様のブランドっていうか、じゃあちょっとね、うん、キャップが可愛かったかな、グリーンの T シャツも着られちゃうかな、うん、でもまだ秋があるような気がするんだけど、こういう前景が見えるじゃないですか、林の方、うん、あれただの駐車場だろ、でも車止まってないような気がしない、車は止めれないんだよ、キャンプしだけなんじゃない、断然青のタープが多いね、一番向こうの方もさ、うん、ね、うん、ただのキャンプだね、そうだね、荷物運ぶのが大変だもん、でもね、タープとかね、あのヤトダニ、キャンプだけで、キャンプサイトだけでさ、ヤトダ、うん、オートキャンプを目当てに来たんだけど、場所がなかったよね、まだキャンプできるならいいけど、キャンプもできなくなっちゃったら最悪だよね、せっかく準備してたのに、
ポール倒れんかったね。今日の夕ご飯は何ですか？夕ご飯はハンバーグ。この中には何が入ってるでしょうか？あ、お米が研いでありますね。つけてあるんですね。これは僕がやったんです。それからそれからあんまりそれからこれはフライパンですね。これでハンバーグ作るんですよ。ハンバーグですか？今日のメニューはハンバーグとサラダととご飯と、あと何かあったっけ。ハヤシ。ハヤシライス。ハヤシソースを、ハヤシソースをつけてつけてハンバーグにかけて。サラダは何サラダですか？シーチキンサラダです。シーチキンの他に何か入ってますか？キュウリです。キュウリの他には何もしないです。人参があるよ。人参入れる。あ、人参サラダはおかしいな、炒めてないで。焼きそばに使えば、うん、で、これ見てくださいよ、ボールがあちこちに立ってるんです。さあ、できました。夕ご飯ができましたよ。ちょっとご飯が白くないね。ご飯なんか黒いですね。これは混ぜご飯ですか？はい、おこげの混ぜご飯です。混ぜご飯ですか？ちょっと変わった混ぜご飯です。これはハンバーグ、マルシンハンバーグにハウスのクレハヤシ。バラしちゃダメだよ。言わなければ自分、全て自分で作ってる。サラダはツナと玉ねぎと玉ねぎとキュウリのサラダ、マヨネーズ、全部作ってた。これは麦茶です。できましたよ、夕飯ができましたよ。食べましょう。皆さんを見ながら、どこに出てきてるの？こういうの使わない？あ、映ってるわ。この辺に映ってるのは車のミラー。
お湯が沸いてますね。沸いてます。沸騰してます。ちょっと弱火にしていきましょう。弱火弱火。もういいみたいです。弱火になったかな。はい、なった。こちらの目玉焼きじゃなくて卵焼きの方どうですか。卵焼きがね、ひっくり返すのが苦労してるんです。わーっと近づいている。これをひっくり返すのがね、こんなん。すまん、べちゃっとやっちゃった方が良かったじゃん。べちゃっと焼いちゃった方が。べちゃっと？かき混ぜる。うん。それがさ、焼きでいいじゃんね、これ。あ、焼きそうです。さあ。お、うまい。うまい具合にやるとね、中までさ、べちゃって焼くと卵が多いな、うん、ちっちゃいフライパンだもんね、うん、焼けるじゃんね、どうしてもホットケーキみたいになっちゃった、うん、ボコボコとお湯が沸いております。
しそう、美味しそう、なかなかこの卵焼き、うん、すごい黄色だね、やっぱりいい卵なんだ、うん、この部屋の方が、ね、使いやすい、これ3分の2だけ取ってさ、3分のあとの残りはさ、卵もここにのしちゃう、卵焼いて2つに切ればいいの、パンの皿と、1枚はパンが全部1個のせるでしょ、油パンつけるよ、何が切ってない、じゃあ、切ってあるやつだろ、それ違う違う、切ったのどういうこと、持ってきたのが違ったってやつ、そうみたい、知らないっていうのが持ってきたかみたい、どう適当でいいよね、あれ持ってこや、いいの、そう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 、パッと入れちゃう、うん、まだ火つけてないでしょ、うん、ちょっとパンを焼く、今日の朝ごはんは何ですか？卵焼きと、ソースと、トースト、トースト今焼いてます、ちょっと焼きすぎたかな、うん、もういいだ、もういいかな、うん、さあできましたか、うん、これを今から食べるわけですね、はい、なかなか美味しそうでしょ、うん、さあ、いただきましょうか、食べましょう、食べてる間は伏せないので言います、よし、伏せたの、半分钟。
塩コショウをパッパッと少々、うん、やっぱりね、あのウィンナーとね、うん、輝いてる。気をつけて。野菜がちょっと炒まったら、今度焼きそば。焼きそばね、それね、硬いもんでね、ちょっとお水を入れるじゃんね。うん、ちょっと炒めてからね、うん、少しだよ、少しね、うん、お水を入れるじゃん。それがかき混ぜると柔らかくなる。焼きそばズームしてます。今度は焼きそばソースかな。開けてなかったりして、中蓋が。
しょ。手さばきが違いますね。しながらこうやってやるのすごい偉いんだよ。いろんなことぶつかってね、分かんないもんね、うん、この卵はどうなるのでしょうか。これ再生すると相当見にくいだろうな。そうだね。ね、状況を把握する人はいいけどね。ね、その場にいなかった人は見るとね。初めてだからさ、あんまり綺麗に映せないしね。ちょこちょこっと映せばいいのに、全部映すのに。バッテリーがね、結構持つので、俺よかった。2時間のテープ、あとね、15分ぐらいはテープ残ってるよ。まあ、30分余分に持ってきたもんで、いいけどね。今1時間47分撮ってるね。テープ1回使っちゃうね。2時間でしょ。2時間あと15分ぐらい、うん、10分ぐらい、帰りがけにね、帰る道中またちょっと通るか撮ればいいけどさ。はい、お疲れ様。お疲れ様。上り線は秦野中井から鈴蘭高原を後にして、中央道上り線は大月上野原間の中野トンネルを先頭に大月付近まで11キロ渋滞。帰りたくないけど。影響で川口湖方面からの車も大月方面で3キロ。もっと晴れてでもね。良かったのに。このようにキャンプグッズを満載して、調布インターにかけても上に乗ってるんですよ。関越道上り線は埼玉県内キャンプ村鶴ヶ島間の高坂サービスエリア付近や鶴ヶ島インター付近で2キロから3キロの渋滞です。親みたいな湘南方面を飛んでいます。国道134号線の下り葉山の長江を先頭に7キロ、オートキャンプじゃないね。渋滞の中、下り葉山トンネル付近事故のため通りにくくなっています。関西上り線は江ノ島入り口で11キロ横浜横須賀道路上り六川料金所で7キロ真鶴道路上り線は本当はここで有料道路っていうことで料金取るの？駐車料金を取るじゃん。穴の付近で9キロ渋滞しています。どうしてゲートをくぐります。これでも鶴岡高原を離れて、さよなら。さよなら。3時になりました。
ニュースをお伝えします。渋滞のピークは過ぎたね。こっちだったっけ。西北西の海上を引き続き北に進んでおり、今夜には九州の南部から西部に。はい。どれ？水車で。